最後になりましたが、一言お礼のご挨拶をさせていただきます。一昨日のクラレハイから昨日のスペシャルジャンプ、そしてまた今日のコンバインド大会ということで、3戦の連戦をですね、この猛暑の中で皆さん本当によく頑張っていただきました。昨日もお話をさせていただきましたが、スキー、ジャンプ競技に携わる選手非常に少なくなってきている状況下でありますし、その中でもまたこのノルディックコンバインドは本当に少ない選手の数になってきております。そういう激減しているスキーの選手の中でこの大会を開催する意義が私は非常に大きいというふうにいつも思っておりまして、これからもこの大会を運営していく上において、子どもたちからシニアの選手までオリンピックに出ている選手までこの大会を一つの契機として、そしてその自分の位置づけとして捉えられるような、そういう大会に今後も運営していってほしいというふうに思っているところであります。大変厳しい炎天下状況下の中での競技であります。まさしくですね、これから皆さんの人生にもと同じような私は、感じがするわけであります。選手諸君はスキーをやってて本当に良かったなと思えるような時が来るためにも、日々努力して頑張っていただければと思います。特にジュニアの選手はこれから、まだまだ道内は元より本州まで試合が来週も続くということでありますから、どうか健康にご留意されて最後まで一生懸命頑張って自分の目標を達成してください。それからシニアの皆さんにも本当に参加をしていただいてありがとうございました。皆さんのこの参加が子どもたちの明日につながる、そういう競技の中で必ず目標となるということに私は信じておりますので、今後とも大変ご苦労なされておりますが、皆さんもぜひ参加していただいて大会に花を添える、そしてまた自分の技術もさることながら、このジュニアの金の卵をたちの目標となれるようなその選手になってほしいというふうに思います。3戦連続ということで、選手はもちろんでありますが、それぞれの地方からあるいは県外から道外からたくさんのコーチの先生方もおいでをいただいて、このジャンプ台を使ってですね、頑張っていただきました。心から感謝を申し上げますし、今後もこの施設を利用していただいて、それの技術の研鑽の場所にしていただければと思います。我々もこの施設がこれからも良い状況で使えるように、市役所の方にも、いろんな意味で陳情して、整備をこれからも重ねていきたいと思っております。本当に市役所の職員、そしてまたスキー連盟に携わっている方、今日の大会に今日まで3日間一生懸命頑張っていただいたことを、皆さんの本当にご労苦に心から感謝を申し上げ、そしてまた選手の皆さんの明日からの奮闘を記念してご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。以上をもちまして第31回サマーコンバインド朝日大会を終了いたします。皆様お疲れ様でした。